ナージル、ゲームクリア後の特典の一つでもあるコスチュームで、一番印象に残ってるものはあるか？そうねえ。いろいろあるけど、私はリベレーションズの海賊のコスチュームが記憶に残ってるわ。へそ出しだから、私に似合うの、って本気で思ったわ。ジルが思っていた以上に似合っていて、とても好評だったな。俺なんか短パンの水平のコスチュームで、これこそバイオの世界で浮きまくりだったぞ。あの姿で雪山に行くんだから、ツッコミどころ満載だったわよ。上半身裸のキースのコスチュームも大概だったがな。確かに、他にもなんじゃその格好って突っ込まざるを得ないぐらいに独特なコスチュームもあるわね。よし、それじゃあ今回は、強烈に印象的なコスチュームランキングトップ8を紹介していくか。オッケー、それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず最初が、シェバのコスチュームの一つ、OL だぜ。バイオハザードオルタナティブエディションの追加要素の一つでもあるんだ。特にタイトなミニスカートから伸びる美脚がたまらないよな。シェバの体術の一つに、スピンキックがあるのだが、OL 姿でお見舞いすると、より絵になる感じがしないか？戦場を生き延びるために鍛えてきたから、程よくついた筋肉がさらに魅力を増して。ゴリス？初っ端から暴走しないで。ああ、すまんジル。これが紹介された時、絶対そんな話になると思ったわ。おまけにメガネをかけているから、なおさら仕事ができる感じが出てるわよね。最初見た時はホルスターを身につけてるから、捜査官かと思ったけど。このコスチュームはクリアせずとも最初から使用することができるのだが、アフリカの地でこの姿で戦うのは、妙に浮いてる気がするよな。確かに、しかもハイヒールのパンクスも履いてるしね。普通のコスチュームの時もヒールはついていたけど、そこまで高くなかったし、今回のは十分高さがあるじゃない？それでもマジに蹴りを入れたり走り回ったりしているから、シェバの脚力は化け物クラスね。さすがは勝てながらあの戦場を生き延びただけのことはあるわ。あのバトルスーツを着て、俺たちと戦ったジルの目の付けどころは違うな。ヒールのついたブーツで人間離れした戦い方はするし、挙句の果てには壁まで登っちゃうし。もはや BOW じゃないか。うん？ゴリス？何か言った？いや、なんでもない。確かにすごいよな。BOW って聞かれたら、確実にしばかれるところだった。危ない危ない。次は、リメイク版の初代バイオハザードだ。今回紹介するのは、この俺、クリスのコスチュームだぜ。もしかして、あのニット帽をかぶったコスチュームのことかしら？そうだ、よくわかったなジル。他のコスチュームだと、BSAA と別のスターズの制服だもの。それにニット帽にサングラスって、明らかに不審者そのものじゃない。銃を持って館を歩く姿は、まさしくお金持ちを狙った強盗ね。いやその言い方。もっとマシな表現があるだろ。この私服に近いコスチュームだが、難易度問わずゲームをクリアすることで入手することができる。パッと見は私服なのだが、さりげなく袖の部分にスターズのロゴが入っていたり、シャツの背面には、クレアのジャケットにもあったイラストがあったりと、ファンサービスも健在だぜ。またゲームクリア後に、とある一枚画が表示されるんだが、ジルは覚えているか？確かリザルト画面と一緒に、ゴリスや私がコスチュームに合わせたポーズを撮ってるやつかしら？確か私は、バイオ3のコスチュームの時に、アイテムボックスに半分腰掛けていたのを覚えているわ。そうだな、しかしこのコスチュームにした時の一枚画も、かなり違和感ありまくりなんだよな。タイラントを殴り飛ばしている俺の姿だ。あら、別に違和感ないじゃない、むしろ自然な姿だと思うけど、どこが自然な姿だよ。だってバイオ5で、少なく見積もっても1トン以上はある岩石を殴り飛ばしてたじゃない。それよりはるかに軽いタイラントを殴り飛ばすことぐらい簡単でしょ？まだ増量する前だから無理に決まってんだろ。今思えば、あのタイラントを殴り飛ばす一枚画も、もしかしたらゴリラ化の伏線だったのかもしれないわね。もういいもういい、次に進むぞ。バイオハザード。次は、マフィア姿のレオンだ。バイオハザード4のコスチュームの一つで、PS2 版以降で入手することができるぜ。お、バイオのイケメン枠の代表格のコスチュームね。このコスチュームにイチコロになった女性ファンは多いでしょうね。そう、なんでこいつのコスチュームの解説をしないといけないんだ。このコスチュームだが、エイダが主人公のザ・アナザー・オーダーをクリアすることで入手することができる。もう一つのコスチュームに、警官時代のコスチュームがあるのだが、それとは異なり、ちょっとした効果があるんだ。効果？何かあったかしら？バイオ4の無限武器の一つに、シカゴタイプライターがあるだろ？通常、もしくは警官のコスチュームだと、普通の形のマガジンになっているのだが、マフィアのコスチュームだと、ドラムマガジンに変化するんだ。なるほど、よりマフィアらしくなるってわけね。さらに、効果はそれだけじゃない。ドラムマガジンの状態でリロードボタンを押すと、かっこいいレオンのアクションが見れるんだ。さらにそれを続けることで、帽子を投げて華麗にキャッチするアクションを見せてくれるぜ。黄色い声援が聞こえてきそうなアクションね。ほんと、ゴリラそのものになったゴリスとは大違い。おい、心の声のつもりだろうが、ちゃんと聞こえてるぞ。あら、そう？きっと幻聴じゃない？ここ最近ゴリス疲れてる感じがするし、
きっとそうよ、きっと。わかりやすい嘘だな。次も、バイオハザード4から紹介するぜ。今回紹介するのは、アシュリーの鎧コスチュームだ。これもさっき紹介したレオンのマフィアコスチューム同様、PS2 版から登場したコスチュームだな。レオンはもちろんのこと、プレイする側もまさか鎧を身にまとって登場するとは思わなかったでしょうね。そうだな、レオンもアシュリーの巨乳を拝むことができなくて、残念に感じただろうよ。ゴリス？レオンを陥れようとしてる魂胆が見え見えよ。レオンはあなたと違って紳士なんだから、そんなこと思ってるはずがないわ。そう、これでもレオンの牙城を崩せないとは。それで、確かアシュリーの鎧コスチュームにも効果があったのよね。そうだな、簡単に言えば無敵だ。鎧を身につけているから、ありとあらゆる攻撃を防ぐことができる。ガナードたちの攻撃はもちろん、レオンの銃撃にも耐え、あろうことかロケットランチャーや手榴弾の衝撃にすら耐えることができる。また鎧を身につけていて、重たくなっているという性質上、ガナードにさらわれるということが不可能になっているんだ。その影響か、レオンが高所から降りてきたアシュリーをキャッチした瞬間に、あまりの重さに腰を押さえるシーンもあるぜ。普通の銃弾ならともかく、ロケランの攻撃すら耐えるなんて、この鎧どうなってんの？しかも、鎧自体の重量がすごいのも、ガナードたちが担げないということで表しているから。それでも難なく動き回るアシュリーもただものじゃないわね。まあな、この効果のおかげで、ゲームの難易度をガクッと下げることができるんだ。ダメージを受けたり、さらわれるリスクがなくなるから、その分回復アイテムをレオンに注力することができるからな。次は、バイオハザード RE2 のレオンとクレアのコスチュームだぜ。RE2 か、確か、その作品もコスチューム多いって聞くけど。ああ、どのコスチュームも個性があるのだが、今回紹介するのは、その中でもかなり異彩を放っているぜ。オリジナル版のレオンとクレアだな。オリジナル版。ってことは、PS1 のテクスチャのコスチュームってことね。周りは実写さながらのリアルさがあるのに、レオンとクレアだけ荒っぽいテクスチャなの、めちゃくちゃ浮いてシュールよね。確かにな、それにオリジナル版だから、表情も一切変わらず、終始真顔なんだぜ。これもシュールさに拍車をかけているな。シリアスなシーンなのに笑っちゃったっていう人、多いんじゃないかしら？でも、オリジナル版だとわかりにくかったけど、こんな顔してたんだって新しい発見よね。ちなみに、入手方法って何だったっけ？これの入手方法だが、初回ではバイオ RE2 のオリジナルデザインの PS ストアカードを購入することで手に入れることができる。そうすると、一般販売に先駆けて先行でこのコスチュームに変えられるんだ。ってことは、今は一般販売されてるってことね？ああ、まだ入手していない人は、PS ストアを覗いてみるといいかもな。次は、バイオハザードアウトブレイクから紹介していくぜ。ここから先は、アウトブレイクのコスチュームが続くから、どんなコスチュームが登場するのか予想してみてな。アウトブレイクって確か、一般市民が主人公の作品よね？そうだぜ、そしてバイオシリーズでは初となる、オンラインに対応したゲームでもあるんだ。協力して街からの脱出を目指す感じが、サバイバルゲーム感があるわよね。出る時期が早すぎたなんて話もよく聞くわ。それで、どんなコスチュームが登場するのかしら？第3位は、アリッサの道着コスチュームだぜ。バイオハザードアウトブレイクファイル2にて使用することができるんだ。うわ、確かに道着そのものじゃない。しかも裸足だし、アリサって名前も、アリッサだからよね。確かにアメリカが舞台の作品だから、日本の文化である道着が登場しているのって、かなり浮いてる感じがするよな。しかも、この時の足音もちゃんと裸足仕様になっていて、妙に凝ってるんだぜ。裸足なのに革靴の音がしてたら変だものね。それで、どうやって入手するのかしら？これの入手方法なんだが、他のバイオシリーズと比べると、かなり手間がかかるんだ。一部のコスチュームは、シナリオごとに配置されたスペシャルアイテムという武器やハーブといったものとは、異なるアイテムを集めなくてはいけない。スペシャルアイテム自体は傘だったり書籍だったりと、ごく普通のものなんだが、一部スペシャルアイテムの中には、コスチュームを解放するための必要条件だったりもするんだ。しかも、通常のアイテムとは違って、位置がわかるようにキラリと光っておらず、しらみつぶしで探していくしかないんだ。すごく手間がかかるじゃない。しかも必要なスペシャルアイテムって、一個だけじゃないんでしょ？私だったら発狂してガトリングガンぶっ放してストレス発散するしかないわよ。ジル、気持ちはわかるが、さすがにそれはやりすぎだと思うぞ。さらに、難易度によって配置されているスペシャルアイテムが変わるということもあって、攻略本がないと鬼畜レベルに難易度が跳ね上がるんだ。アウトブレイクでは、シナリオが5つ用意されているが、コスチュームを解放するために必要なスペシャルアイテムもシナリオごとに5つ用意されていて、それらをすべて入手することでコレクションが解放されて、ポイントと交換することで、やっと入手できるんだ。ここまで手間のかかる方法だと、入手した時の達成感は半端ないわね。てか、全スペシャルアイテムを網羅した攻略本制作のスタッフの努力も、あっぱれって感じだわ。次
次は、どんなコスチュームかしら？次は、シンディのバニーコスチュームだぜ。これも随分バイオの世界だと浮いちゃってるわね。シンディの職業はウェイトレスだから、それつながりだろうな。それにしても、シンディは超美脚だよなぁ。さすが身長が175センチあるだけのことはあるし、シンディのスタイルの良さがより際立って見えるよな。俺がプレイヤーだったら、真っ先に死んで。ゴリス、それ以上言うと、今度こそアサルトライフルで蜂の巣にするわよ。ごめんなさいごめんなさい、もう言わないので許して、許してください、I'm sorry。まったくもう、いやらしいことがあると、すぐ暴走するんだから、それで、このコスチュームも入手の手間がかかるの？ああ、これもスペシャルアイテムが必要で、特にこのコスチュームの場合、必要なスペシャルアイテムが多いんだ。バニーカフスや、バニーハイヒール、そして大人っぽいルージュなど、合計で7つのスペシャルアイテムが必要になる。これも攻略本がないと、厳しい道のりになりそうね。しかし、これも救済措置なのか、後から発売されたファイル2とデータコンバートを行うことで、あっさりと解放するんだぜ。さすがにポイントは必要になるんだが、これを行うことでアウトブレイクの2作品両方で、このコスチュームを使用することができるぞ。最後は、どんなコスチュームかしら？今までのも驚かされたものは多いけど、これもドギモを抜くコスチュームなのかもしれないわね。ああ、そんなジルの予想を裏切らないほど、インパクトの強いコスチュームを紹介するぜ。栄えある第1位は、ヨーコのスクール水着コスチュームだ。まさかまさかのスクール水着、こんなコスチュームがあるなんて、誰が想像したのかしら？それに地獄そのものになったラクーンシティを、水着1枚で乗り切ろうとしているヨーコも、かなり勇者ね。ああ、ヨーコも負けず劣らずの美脚の持ち主だが、ここまで開放的だとさすがに心配になるぞ。あら、ゴリスが珍しくまともなことを言ったわ。珍しくってなんだよ、一言多いぞ。だっていやらしいことがあれば、すぐに飛びつくじゃない。むむ。まあいい、これの入手方法について説明するぞ。これも、スペシャルアイテムを揃えることが条件かしら？いや、このコスチュームは入手条件が異なるんだ。このスクール水着を解放するためには、まずファイル2にあるエクストラシナリオ、タイジ3をクリアしなくてはならない。タイジ3ってことは、他にもエクストラシナリオがあるってことよね？ああ、これ以外にも殲滅というエクストラシナリオがあって、これはエリアを回って雑魚敵数十体を倒していくモードなんだ。そして、タイジというシナリオは、アウトブレイクシリーズで登場したボスたちと戦っていくことになる。殲滅、タイジともに、それぞれ3種類用意されているんだ。なるほど。そしてタイジ3では、1作目と2作目両方のボス敵が登場するんだが、それだけでは終わらない。大鳥として、このシナリオにしか登場しないボス敵が登場する。それが、タイラントシーだ。赤いコートと、額に角のようなものが生えてるのが特徴的だな。タイラントシー？普通のタイラントは見たことあるけど、まさかこんなものまで用意していたとは。このタイラントシーは、とにかく厄介でな。動きは速いし、攻撃力は高いしで、油断しているとあっという間にやられてしまう。しかも即死攻撃も持っているから、アウトブレイク最大の鬼門と言っても過言ではない。アンブレラ、恐るべしね。早々に私たちが潰しておいて正解だったということね。じゃなかったら、もっと大変な状況になっていたかもしれないし。このタイラントシーを倒すことで、見事ヨーコのスクール水着が解放され、ポイントと交換することで使用することができるんだ。今考えると、アウトブレイクのコスチュームって、全体的にふざけてない？他のコスチュームもなかなかぶっ飛んでるし。確かにな、オンラインで遊べるからこそ、ここまでぶっ飛んだコスチュームにしたということも考えられるぜ。お互いのプレイヤーキャラのコスチュームを洗い、それを通じて親睦を深めていく。それもアウトブレイクの醍醐味かもしれないな。今でもファンは多いって聞くし、ネットが発展した今だからこそ、リメイクとして出してほしいわね。よし、今回はここまでにしておくか。強烈に印象的なコスチュームを紹介してきたが、これを見ているみんなは、どんなコスチュームが印象に残っているか、ぜひコメント欄で教えてくれ。というわけで、この動画が参考になった、または面白かったという方は、ぜひ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただき、ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。それじゃあ、またねー。